カツラチキンは、大阪府松原市出身の落語家、映画評論家、吉本工業所属、情報落語協会会員、吉本奈良県住みます芸人。小学校の頃から、お笑いに興味を持ち、学生時代は、バスター・キートン、チャールズ・チャップリン、ハロル・ドロイド、古川・ロッパなどの喜劇から、日本の砂川・ステマル、中村・春代、横山・円達、 花火師や茶子の漫才、また、情報落語、戦前、戦後の予選演芸、バラエティ番組に至るまでを研究に没頭。また、喜劇映画にも精通する。週に映画を20本見ている。奈良産業大学卒業後、2008年9月に、桂金ラ映画に入門。当初芸名は、金河新年にちなんで、金河という候補があったが却下された、チキンの友人らに相談したら、 チキンと、金ンという候補が上がり、チキンが選ばれた。入門後の2010年には、師匠、金枝が民主党から第22回参議院議員、通常選挙へ出馬したために、選挙手伝いや応援に借り出される。当時を振り返って、もし師匠が当選していたら、話し会やなくて、政治秘書になっていたかもしれないと語っている。2012年1月に、年季明け、 2018年より、あなたの町に住みます。プロジェクトにより、奈良県住みます芸人を務めている。2012年1月出演の、ラジオ吉本むっちゃ元気スーパー。でのゲスト出演時の発言カツラチキン引く、情報落語協会。ありがとうございます。